マイナス34セネカは、アメリカ合衆国の航空機、メーカーパイパーエアクラフトが開発した、軽飛行機。初飛行は1967年4月25日。同社の単発軽飛行機である PA、PA-32 チェロキー6の発展型で、あり、同期を双発化して、膠着装置を引き込み式とし、胴体構造を新しくしたもの。座席数は7。 ポーランドの PZL ミエレクやブラジルのエンブラエルでもライセンス生産されており、前者の機体は M-20 目は、後者の機体は M 部 -810 と呼称されている。最初の量産モデル PA-34 から200、セネカアイは1971年に初飛行し、同年に量産に入った。当時パイパー社では、 PA-23 アズテックや PA-30 ツインコマンチなどの総発機のシリーズを有していたが、セネカより大型のアズテックは旧式化してきており、より小型のツインコマンチは、キャビン容量や、積載量の点で、自家用以外の用途には不向きであり、新たな総発機のニーズに応えるためセネカは、新設計された。速度性能より実用性や取り扱いの容易さなどに、 重きを置いて開発され、同社白パーキングエリアマイナス32型の部品を多く活用している。胴体はほとんどそのまま、利用、主翼も、駆け翼のまま翼服を10メートルから11.9メートルに延長。これは、単下駄構造にプレーニエルロンと、人力手動スロッテッドフラップのシンプルな作りである。水平尾翼は、 スタビレーター式を踏襲し、スパンを延長。垂直尾翼は、現長・高さともに拡大され、大型化された、トリムタブを持つ。車輪は、PA-28R の構造を活用した。足の上げ下げは、電動ポンプによる油圧で行う。エンジンは、ライカミング車 IO-360C1E、64気筒 200HP、2700RPM。 左右エンジンが逆回転となっており、直進性の向上とともに、肩排時の臨界発動機の概念を不要にした。左右エンジンの互換性こそなくなったが、取り扱いの容易さには大きく寄与している。当時パイパー社の総発機シリーズでは、プロペラ軸を延長し、エンジンマセルから遠ざけて、プロペラ効率を上げる手法が懸念されていたが、PA-34 ではこの構造は、 採用されなかった。幅広の胴体や客室後方の大型扉により、キャビンアクセス、居住性、積載性は大幅に向上。速度性能こそ、ツインコマンチに劣るものの、大型の主翼によって、離着陸性能、上昇性能、優勝積載量は向上している。これらの実用面での性能が評価され、また、ツインコマンチより安価であったこともあり、 発売当初から売れ行きが良く、以後パイパー社の中型レシプロ走発機の主役となっていった。1975年からは改良した PA-34 から 200T セネカ2の生産に入っている。セネカ I 型は安定性の良い機体であったが、状況によっては火事が重いとの指摘もあり、こういった飛行中の操作性を向上するために操縦系統を 改良した。エルロンを拡大し、金郊式に変更、ラダーにバランスタブを追加、スタビレータのバランスウェイトを大型化した結果、改善が見られた。またエンジンもコンチネンタル射精強マイナス 360E66 気筒にグレードアップされ、特にターボ化球機を装備することになったので、航空性能や高地からの離陸性能が大幅に向上した。 エンジンの製造メーカーが変更になったが、左右エンジン逆回転は変わらず、取扱いが容易という美点は変わらない。1981年には改良した PA-34 から 220T セネカ3が完成。エンジンをコンチネンタル車程エッジをマイナス360キロバイトに換装。セネカ2のエンジンと比べて排気量は不変だが、 離陸時より高い回転数を用いることが可能になり、離陸出力 220hp、2800rpm を得ている。その結果、最大離陸重量と初期上昇性能が向上した。コクピット風防の中酸を廃止し視界が向上、失速警報装置の改良。操縦席軽機パネルを改良、従来のチェロキーシリーズの流用型から、 一般的なアルミパネルのみの構成となり、上下方向の寸法拡大と合わせて、景気装備面積の拡大、アビオニクス機器の搭載スペースを拡大、エンジン景気の視認性向上に加えて、レイアウトの自由度も増している。1994年から、セネカ4に発展。機体、エンジンともにセネカ3と、大きな変更点はないが、エンジンナセル形状を、 より空気抵抗の少ないものに改良し、後続性能を向上させた。フラップが電動式になる。セネカ4の完成前に、パイパー社では再編があり、新たに設立されたニューパイパー社から発表され、機体のカラースキームなどは従来からイメージを一新させた。コックピットも従来の黒色系からボーイング社の旅客機のコックピットのような、 薄茶系に変更され、明るい雰囲気となる。1998年からはカウルを再改良し、景器類配置を見直した、セネカ V の生産が行われている。エンジンナセルはさらに空気抵抗を減らすように、改良され、巡航性能に寄与している。コクピット系基板の改良が行われ、エンジン景器に、ジェット機のような小型景器2列配置を採用。 それまでのセネカでは、エンジンケーキが基本ケーキに隣接して散在していたため、この改良によって視認性は向上した。また、スイッチ類をケーキ板から天井パネルに移動した。これによって、全面風防は上下方向に薄くなり、多少視界は狭くなったが、自家用機としては、大型機のような雰囲気が、訓練機としては、共感石から、 操作確認がしやすい点が、いずれも好評なようである。2006年度モデルからは、アビオニクス機器に、アビダイヌ射製グラスコックピットが選択できるようになった。これらのグラスコックピットには、基本的な景気情報、エンジン情報、広報情報の他に、チェックリストや多くのオプションの情報を同時に表示することが可能で、より複合的なフライトマネジメントが可能になっている。 ありがとうございます。